クールキッズ。みんなはどうしてカムイコタンに春が来るのか知ってる？今夜は春の精霊の物語を歌うわね。悲しくて切ないけど、春の風のように暖かい物語。
おい、お前、起きろよ。起きてるならいいんだよ。いちいち謝るなってんだ。だから謝るなっての。ばあさまたちが呼んでるぞ。早く支度しろってさ。ったくのろまなんだからよ。あ？バーカ、お前なんかお前で十分だ。遅いぞ、お前。謝るな。遅かったの、ミカト。まったくじゃ、昼になるかと思ったわ。わたしゃ、日が暮れるかと思ったぞ。何よ、こしゃくな。あたしゃ、夜が明けるかと思ったわ。それなら、わたしゃ。お前ら、やかましい。高い位置から同じ声でペラ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 、朝から耳が痛くなるじゃないか、この大バカ者。あんたが一番うるさいと思うけどね。まったくじゃ。すっかり忘れておった。ついにボケたが。黙らしちゃい。ミカトや長老様がお呼びじゃ。すぐにお行き。お前はイレシパクルを出て別の場所で暮らすことになる。それについてじゃ。詳しくは長老様に直接聞くがよい。早く行くのじゃ。早くせねば火婆のように老いるぞ。私の方がお主より若いじゃろが。そんなことはない。私の方が。おい、二人とも同じ年で同じ顔じゃろうが。とにかく早くお行き、ミカト。
おーい。ばあさまがさ、長老様の家まで案内しろって。めんどくせえけどよ。お前まだカムイコタンのことをよく知らないだろ。感謝しろよな。カムイコタンって結構広いだろ。そうだな、1,2,3,4、とにかくたくさんだよ、たくさん。お前が昔住んでた村はどうだ。人の数は多かったか。カムイコタンには勝てないにしても。ん、どうした。ははん、相当小さい村だったんだな、お前の背みたいに。あ、そっか、お前の村。悪い。でも、ま、助かってよかったじゃん。精霊が守ってくれたから、お前は無事だったんだろ。長老様がそう言ってたぜ。お前、きっと運がいいんだよ。イレシパクルから出て、外で暮らせることだって、相当ついてんだぞ。当たり前じゃん。親代わりの人が見つかったってことなんだからな。あ、別に俺に気兼ねすんなよ。俺はイレシパクルが気に入ってるんだからさ。だから謝んなっつーの、バカ。違うよ、あれはゴザだよ。専用の織り機で作るんだぜ。はあ、お前ね、男だったらあんなのに興味示す前に狩りとか釣りに燃えるべきだろう。ダメだな、俺なんか釣りの腕前に関しちゃ神童と呼ばれるほどなんだぜ。この俺様に近づけるようにお前も頑張れよ。それはお前あれだ。で、天才は自分の腕前をあんまり人に見せないんだ。残念だったな。
そりゃ無理だよ。この俺だってあんなに取ったことないんだぜ。あの人はヤンタムって言って、俺の兄貴分みたいなもんかな。よく釣りに連れてってもらったりするんだ。そうだ、お前もヤンタムに魚の取り方を教わったらいいよ。まあ確かにヤンタムは釣りが得意なんだけど、いつも大量なのには別のわけもあるんだよね。新鮮な魚とかを君のために取ったよって女の子に渡して気を引こうとするんだぜ。しかも一人じゃなくて何人ものお姉さんに。だから気合の入り方が違うんだよ。黙ってりゃ意外とかっこいいのに、ノリが軽すぎ。おい北斗、黙ってりゃと意外とは余計だ。俺は喋っててもかっこいいの。なんだよヤンタム、聞こえてたの？それにな、俺がいつも女の子のために魚を釣ってると思ったら大間違いだぞ。それじゃあその魚は女の子への贈り物じゃないんだ。贈り物じゃないとも言ってない。結局あげるんじゃん。ま、お前みたいな子供にはわからないだろうが、女の子を釣るにはまず良い餌をつけなきゃダメなんだよ。これから俺のことは恋の釣り師と呼ぶように。恋の釣り師。冗談だよ、本当に呼ぶな。それじゃまたな。ここだここだ。それじゃあ長老様によろしくな。ミカト、よく来たな。座りなさい。もう村の生活には慣れたかね。緊張せずともよい。気を楽にしなさい。今日お前を呼んだのは他でもない。ミカト、お前はイレシパクルを出て別のところで暮らしてもらう。本来ならこのない家にでも預けるところだが、お前は年に似合わず分別があり礼儀も正しい。そこである仕事をしてもらいたいのだ。そうだ、お前はこれから我がカムイコタンの巫女ナコルルのもとで共に暮らし、従者として仕えるのだ。ナコルルは現在戦いの旅に出ておる。
巫女はカムイコタンの自然が脅威にさらされた時には全力を持ってそれに立ち向かうのだ。ナコルルはついに諸悪の根源を討伐し、明日には村へと戻ってくるらしい。ナコルルの持つ宝剣の守護長ママ母が飛来し、秘境の方を告げてきよった。そのように泣き出しそうな顔をするではない。いかな巫女とて取って食ったりはせん。それにナコルルとの暮らしはお前にとっても得るところが多いだろう。頑張りなさい、ミカト。ナコルルはカムイコタンに戻った後、巫女の家に住むことになる。お前は一足先に家に入り、主の帰りを待ちなさい。外に案内の者を待たしておる。